もっと回してもっとぶつけて最強の称号手に入れるんだ。俺とお前の固い絆で立ち向かう。成果か。だがこれについて来られるか。イフレードはパワーだけじゃないぜ。さあどんどん行くぜ。サマンダ。ここまで凄まじいパワーで勝ち進んできたゼロ選手、あの忍選手を相手に華麗なるテクニックで応戦。今までその技を温存してきたというのか。すごいすごいっすよゼロ。もうゼロ G スタジアムでの戦い方は完全にマスターしたようね。ってあれ全部僕の真似だからね。面白くなってきたな。どうだい、どれだけスタジアムを揺らそうがもうそんなもの怖くないぜ。なるほど、俺は少々お前を見くびっていたかもしれない。だがこれで少しは倒しがいができたぜ。行け、サラマンダ。あ、イフレード。今度は一転、サラマンダがパワーでイフレードを圧倒。サラマンダ得意の連打攻撃っす。イフレード相手にパワーで勝負だと面白い。なに、どこを見ている。後ろだ。これはそうか、サラマンダはイフレードに弾かれると同時にスタジアムを揺らし、その間に素早く後ろに回り込んだんす。次はこっちだ。あ、イフレード。すごい、スタジアムを自在に操るテクニック、素早く敵の死角に回り込むスピード、まさに忍者のごとくサラマンダがイフレードに襲いかかる。どこから攻撃してくるかわからないサラマンダにイフレードは打つ手なしか。冗談じゃないぜ。かまんな、走れイフレード。出た、今度こそあの技っす。もっとだ、もっと早く。何をするつもりだ。これはどうしたことだ。サラマンダがまるで目に見えない力に吸い寄せられるかのようにスタジアムの上へ上へと引きずり上げられていく。あ、あれだよ、あれ、あれで僕もやられたんだ。ほう、サラマンダ。どうだ、
サラマンダの自由を奪えば忍者のように消えることもできないぜ。そういうことか。この短期間でここまで腕を上げるとは。こいつ行くぜ。そうだ忍べ。強烈なアタックが決まった。これは勝負あったか。やられてたまるか。サラマンダ。サラマンダのスイッチ145トラックがディフェンスモードにセットされてるっす。あらかじめイフレイドのパワーに備えていたのね。その分一撃では決めきれなかったんだわ。もう一度だ。ダメだ、このパワーから逃げられない。だが今度こそ決めてやる、イフレイド。そんな直線的な攻撃二度と食らうものか。行けサラマンダ。なんと忍選手はたった一度の攻撃で相手の技を見切ったというのか。紙一重でかわしすかさず反撃開始だ。それでも俺が勝つためにはこの技にかけるしかない。イフレード。すごい。攻めも攻めたり守るも守ったり、一体二人のバトルはいつまで続くんだ。いけゼロ。負けるのは忍べ。大丈夫っすよね、ゼロなら勝てるっすよね。頑張るっすゼロ。勝つ、絶対に勝ってる。こいつが決まるまでとことんやってやるぜ。なに。よし。あれ、イフレイドのスタミナが落ちてるっす。どうして？エイトとのバトルではこんなことなかったのに。スタミナ頼りのオロチャと全てにバランスの取れたサラマンダの差よ。相手の攻撃に合わせただけのオロチャのカウンターアタックとサラマンダの連打攻撃では受けるダメージも違うわ。それじゃあこのままバトルが長引いたら。くそ、イフレイドのスタミナが尽きる前になんとか決着をつけるんだ。このまま同じ攻撃を続けても反撃を食らってスタミナを奪われるだけだ。俺は負けるのか。どうやったら忍に勝てるんだ。どうやったら。いいか、勝つことだけにとらわれて小さくまとまるな。肩にはまらず今持てるお前の力の全てをぶつけるんじゃ。肩にはまらず。そうか、俺は勝ちたいあまりオロジャを倒した一つの型にこだわりすぎていた。俺がやるべきことはイフレイドの攻撃力を最大限に生かしてやること。そのためにはイフレイドの残りのパワーを一気に爆発させてやる。最後の勝負だ、行くぞ忍ぶ。ゼロ。何度やっても同じことだ。今度こそとどめを刺してやる。行け、イフレイド。何のつもりだ。これは一体。どうだ、イフレイドの軌道が読めなきゃかわしようもないはずだ。もっとだ、もっと暴れろ。それはそうじゃが。あんなめちゃくちゃな暴走したら自滅の危険も高まるわ。何やってんすかゼロ。いけイフレード、お前のパワーを一滴残らず振り絞り暴れまくれ。バカ、これが俺とイフレードのパワーだ。必殺戦技イフレードバーニングアップバー。
決まった。ベイパークワンデイトーナメントは黒金ゼロ選手の劇的勝利、忍選手を下して優勝だ。よし、やったぜ。俺のサラマンダが負けた。それにしてもゼロのやつ、運よく決まったからよかったっすけど、外れてたらどうなったことか。まさに一か八かの必殺天技だな。そうでもしなければお前に勝つことはできなかったからな。だが次に勝つのは俺だ。ああ、望むところだぜ。ありゃりゃ、始まったな。ベイブレード新時代の幕開けだ。だっさ、何この暑苦しい展開ばっか見た。まあ、おかげで十分にデータは取れた。パーフェクトだ。楽しい日も辛い日もある。笑いたい日も笑えない日も、元気な時もそうじゃない時も、俺は今日も笑顔で頑張ります。強がる日も弱い日もある。乗れてる日も乗れてない時も、ついてる時もそうじゃない時も、曇り空でも晴れると信じて、この夜空に願いを込めて祈ります。君が明日も笑っていられますように。史上海原海斗ってエイトの兄貴が挑んできたのか。次回リバイザーの挑戦にゴーシュー。